それで日本の温暖化防止を声高に叫んでる NHK とか、まあ、いろんな人たちはですね、小池都知事とか言う人たちは、まあ、人種差別があるんですよね。白人はいいよと。だけどこれからは出しちゃいけないよって、これからは CO2 を出しちゃいけないよって言ったら、どういうことになるかっていうと、この図でわかりますように、中国のように発展する国はこれから作らないっていうことになりますので、まあ、自動的にインドとかブラジルとか、それからアジア、アフリカの諸国の発展は抑制されるっていうことになりますね。まあ、それが多分国際的に地球温暖化を政治的に取り扱っている一つのポイントだと思うんですね、私は。国際政治ってのはそういうもんですからね。自国が損をして他国を利するようなことをするってのは、普通は国際政治じゃしないんです。これをしてるのは日本ぐらいのもんなんですね。まあ日本の政治家って面白いですよ。面白いっていうか残念ですね。要するに地球温暖化を防止しろと言ったら、日本は損して中国が得すると。いや、中国のね、私ね、中国に何も恨みないんで、中国の人が発展するのは喜ばしいことなんですよ。だから大いに発展してくださいと。だけど発展すれば温暖化ガスをこのグラフのようにものすごく出すことになりますからね。だから地球が温暖化するっていう人から見れば地球は温暖化するでしょうね。まあその犠牲は日本も被るかもしれませんよ。しかしだからといって中国の人が発展しちゃいけないっていうのは自分たちはもう使っちゃってるわけですから、日本人が。だけど僕はね、日本の政治家がよくわからない、特に小池都知事なんか全然わからないのは、中国に非難しないですよ。日本国民にだけ呼びかけてますよ。特にひどいのは僕なんかもね、小池さんと一緒にテレビ出たことあるんですけど、僕なんか日本人を非難してるんですよ。あなたはなんだって言ってね。で、僕は反撃したことあるんですよ。あ、小池さん中国に物言わないんですか？黙っちゃうんですよね。つまり、こう、僕は中国がね、日本に友好的であるのは構わないんですよ。非常にいいことですよ、友好的なのはね。日中友好50年。だけど友好ですかね、今。だって日本のはね、中国に対してあまりひどいこと言ってないですよ。これみたいに中国は CO2 出してんだからもっと抑制しなきゃダメじゃないかと、地球温暖化って言うんだったら自らやんなきゃいけないじゃないかとかいうことも日本は言ってないんですよ。しかし中国は核ミサイルを日本に向けてるんですよ、現実に。それから喋ることっつったらね、もう何からかにがね、日本の悪口ばっか言ってるんですよ。それあれだけ日本を罵倒して、なんで日中友好50年なんですかね。だから話にならないんですけども、日中友好協会議連会長が林外務大臣だったかな、今。だから、この前の国葬の時も台湾の待遇が悪かったですよね。もちろん中国国内問題として台湾と中国が争うってことはあるでしょう。しかし、一つの中国っていう、今の中共ですね、中国共産党の意見は、中国共産党の意見であって、もしも中国は一つの中国なら、日本は日中友好するならですね、まあ、台湾と、それから中国本土を同じように待遇しなきゃいけませんし、やはり日本は、今、チベット、ウイグル、それから内モンゴル、満州と占領している中国の状態は、やはりちょっと気をつけなきゃいけませんね、と言わなきゃいけませんね。それがやっぱり友好であり、対等な関係であって、中国だけが日本を非難して、っていうのはないですよね。まあ、もう日本と中国の関係ってね、日本の政治家がこれ、お金が動いてるかどうかって私が解析するんじゃなくて、警察とか、警察なんですかね、中国からもし日本の政治家がお金をもらってるとしたら、それを調べるのは警察なんですかね、ちょっとわかりませんけど、そういう国際的な犯罪を、犯罪かどうかもよくわかんないし。まあ、だけど、変ですよね。中国人は、日本の土地をいくらでも買える。しかし日本人は中国の土地を買えない。中国の人は日本の水源を、水ですね。水をかなり抑えてますが、日本人は中国の水は全然抑えてない。日本はミサイルを中国に向けてないけども、中国は日本にミサイルを向けている。中国の主席がどこに行ったとか言って日本は内政干渉しませんが、中国は日本の首相が靖国神社に行ったとか行かないとか言って非難をするっていうに、ものすごく偏ってんですよ。なんだか、ちょっと考えられないんですよ。対等な国と国の付き合いとしてはね、少し度が過ぎてるっていう感じがするんですね。それでこの地球温暖化に戻しますと、今後、やっぱり日本のですね、地球温暖化防止が大切だと言ってる人たちは、やっぱり正直にものを言ってほしいんですよ。今後、発展途上国が中国のように発展することはもう許さないと。
それよりか地球温暖化の防止が重要である。もしくはですね、今言ってるように CO2 の排出をゼロにすると。排出をゼロにするっつったら、まだ中国みたいな国はですね、人口としては40億人以上いるんですよ。40億人以上いるってことは、少なく見積もって40億人以上いるんです。そうすると3倍ですよ、中国のね。だから、これから50年間でその国が中国と同じように発展したらですね、CO2 の排出量ってのは500億トンを超えるんですよ。ですから、今言っている CO2 の排出量を現在から変えないっていうのは何が目的で言ってるんでしょうかね。本当に地球の温暖化を防止しなきゃいけないと強く思ってんだったらば、現在アメリカにまず言うべきですよね。それからヨーロッパに、日本自身も生活を悪くして、で CO2 を後退させる。まあ、電気自動車とか原子力発電所って何の CO2 削減にもなりませんからね。それは原子力発電所にしたら、ね、セメントとか鉄鋼で出てくる CO2 が増えるだけで、日本全体で増える CO2 は変わりませんからね。ですからそういうそのトリックじみたことをやるんではなくて、我々はこの難しい問題ですね。CO2 が増えれば地球が温暖化して、温暖化すると地球がひどいことになるんであれば、NHK のその女性のプロデューサーが固く信じてるらしいんですけど、そしたら、あなたね、NHK って1000万から1800万ぐらい年俸らしいですけども、あなたどうするんですかと。あなた自分の人生矛盾してませんかと言いたいですね。やっぱり日本人はもっと誠実で誠のある仕事をしたいと、要するに思いますね。